こんばんは、岡田敏夫チャンネルアップグレード動画の時間です。えー、今週の金曜ロードショーでですね、スタジオジブリのアニメがですね、オンエアされます。えー、なので今回のアップグレード放送は、ジブリおもやま話としてですね、あの、普通のジブリ解説の中には入らなかったようなで、でもね、個人的にはやっぱりお伝えしたいようなですね、スタジオジブリに関するお話をちょっとお届けしようと思います。えー、これから紹介する動画の中でどんな話をしているのかというと、 えー、なぜですね、スタジオジブリの作品を僕が分析するときにですね、宮崎駿があの答えた、インタビューとかで答えた話よりも、僕はね、あの、鈴木敏夫さんっていうですね、スタジオジブリのプロデューサーですね。あの、宮崎駿の友達なんですけども、本人じゃないんですよね。その鈴木、宮崎駿本人じゃない、鈴木敏夫の証言っていう方をなぜ重きを置いて採用するのかと。あの、宮崎駿の発言っていうのは、いわゆる、 なんだろうな。俺はこんなこと思ってるんだって思ってることを話すので、実はね、日によって矛盾してることが多いんですね。でもインタビュアーっていうのはそこら辺気を使って、いわゆる忖度をして、まあ、あの、すごい無難ないい話にしてまとめるんですけども、鈴木敏夫の発言ってね、あまり忖度されないのでですね、現役みたいなものがガーッと出てくるんですね。宮崎駿がこんなこと言ったんだけど、翌月にはこんなこと言っちゃって、もう言ってることが矛盾してるんだよねっていうようなことを鈴木敏夫さんは話してくれる。なので、割とその、 ジブリのネタを話すときには、宮崎駿の話以外に鈴木敏夫とか、あと他のスタッフの話とかもこう、読んでいって、大体こういうふうな状況だったんじゃないのかっていう、ビジョンというのを作ってから話すって、そういう,うな話をしてます。あの、あとね、えー、実は隣のトトロっていうアニメはですね、もともと、えー、日テレのですね、日本テレビの24時間 放送ってあるじゃないですか。あの、毎年夏にある。あの、24時間テレビのですね、それ用のアニメ、スペシャルアニメとして作られるはずだったと。で、えー、トトロの話というよりは、これはトトロの話というよりは、それは企画として没になってしまって、手塚治虫がですね、その代わりにですね、24時間テレビ用のアニメを作るようになったと。まあ、その枠の中にね、宮崎駿が入っていこうとしたんだけども、 あの、追い出されちゃったんですよね。で、そ、じゃあその元の手塚治虫の24時アニメっていうのが、どんな恐ろしい作品だったのか、いかに制作現場が狂っていたのか、そういうふうなですね、話になっています。で、あとはですね、あの、宮崎駿、鈴木敏夫、あともう一人ですね、えー、手塚治虫のですね、三人にまつわるショートエピソードを紹介しながら、 この三人って割と、あの、ブロマンス、いわゆるブラザーロマンスというのかなそれとも、まあ、あの、BL 的な関係と言ってもいいのかなまあ、そういうふうな関係あるんじゃないかなっていう僕の邪推ですね。本当に、あの、ゲスのカングリみたいな邪推をですね、まあ、このふうに見れば面白いよっていうですね、そういうものをですね、お話し,しています。 えー、今回ですね、あの、アップグレードする動画はですね、もともとは2018年の8月26日、ニコのア岡田敏夫ゼミで放送されたものをアップグレードして配信しています、えー。前半のですね、最後にもですね、追加のアップグレード情報があるので、楽しみにしてください。それでは動画、スタートです、えー。ではですね、トトロは日テレ、24時間テレビの企画だったんで、ここから行こうと思います。えーまあ、あの、 これですね、あのー、今回、本当に主に使うのがですね、この風に吹かれてっていうですね、鈴木敏夫さんの、あのー、インタビュー本なんですよね。で、えー、僕はあのー、鈴木敏夫発言というのをですね、このジブリの話するときによく使います。で、なんでかっていうとですね、普通、あのー、普通のインタビュアーとかですね、取材の人っていうのは、えー 宮崎駿、もしくは高畑勲の発言というのを、まず一番最初にですね、優先する情報として聞いちゃうんですね。つまり、作品のことなんだから、作者本人が語ることが一番正しいだろうと。で、よくあのー、なんだろうな、一次資料、二次資料という言い方をします。聞いたことある人もいると思うんですけども、例えばその、歴史のとかだったらですね、 えー、織田信長に関しての資料であれば、例えば、新朝後期というですね、あの、織田信長の、あの、ご憂質と言われるですね、人が書いたようなものが、まあ、一番正確であろうということで、一時資料と。で、えー、その次にですね、その話を、まあ、伝聞で聞いたとかですね、そういう周りの人の話っていうのがですね、まあ、二次資料。 みたいな形なんですね。これいろんな使い方をします。一次資料、二次資料というのは明確な定義があるわけではなくて、例えば、歴史、あの、なんだろうな、文献そのもの、基礎文献そのものを一次資料といって、そこから出てくる研究書を二次資料という人もいるんですね。だから、あの、歴史小説とかを書くときにですね、 あの、いわゆる研究書とかまとめ本とかですね、新書みたいなのもあるじゃないですか。ああいうものを読んで書くと二次資料しか読んでないっていうふうに言われるんですね。もっと一次資料。例えばそれはもう江戸時代とか戦国時代の文献そのものを当たれっていうふうに言ったりするんですけども、これと同じで,ですね。えー、ジブリ作品に関しては宮崎駿の発言を一次資料ですね。で、宮崎駿からとなんか色々話をして、 で、えぇ、ー、鈴木図書が語ってるもんだからですね、鈴木図書の発言は二次資料というふうに考える人がいるんですけども、これね、だいぶ違うと思うんですよ。っていうのは、宮崎駿の発言っていうのは、全部追いかけてみるとわかるんですけどもね、矛盾してるっていうかですね、嘘が多いんですね。嘘が多いっていうかですね、その時に自分がそうだと思って、信じ込んでいるものを話しちゃうんですよ。例えばその、えー、僕は、まあ、 引退宣言なんかそうじゃないですか <laughs>。あれ、引退宣言、宮崎駿はそれぞれの時にもう絶対に辞めるというふうに、あの、思って話してるわけですね。だから、だから宮崎駿はもうアニメを作るのを辞めるんだとかですね、また作るんだというに思うんですけども、鈴木敏夫は一貫してですね、いや、宮さんは多分、あの、引退宣言したんだけども、あの人はアニメ作りを辞めれる人ではないっていうふうに言ってるんですね。だから、 信憑性というかな信頼性ということでは僕は、<laughs> こと宮崎高田に関してはですよ。鈴木敏夫一次資料とした方がいいのではないかと。で、宮崎駿っていうのは、その時の宮崎駿の気分を示す二次資料ぐらいに考えとかないと、絶対に間違えると思うんですね。なので、えー、まあまああの、来週のトトロもそうなんですけど、僕はあの、宮崎駿の周りの人の話こそ、 本質があって、本人はあまりその、なんだろうな、言ってることを細かく細かく、どうだこうだと言うと、宮崎駿の気分を捕まえることに失敗しちゃうんじゃないかなというふうに思います。それでもなんか宮崎駿が時々、例えば隣のトトロは、ものすごい論理的に組んだはずなのに、そういうふうに評価されない、わかってもらえないっていうふうなことを、ポロっと言ってるんですね。こういう、ポロっということに、まあ本音は出てるなと思うんですけども、 ということで,ですね。えー、風に吹かれてからです。えー、っとですね200、140ページですね。風に吹かれての140ページにちょっと気になる描写があってですね。よいしょ。えー。 隣のトトロの時点から遡ることを10年ぐらい前に日本テレビのスペシャル番組としてトトロの企画を提案してダメって言われてるんですだからもう一回トトロを持ち出すっていうのは宮さんの中で躊躇があったそれを僕は知ってたもんだからここでそれを持ち出しましょうってことなんですっていう風に書いてありますでこれ僕はあの昔読んだ時は全然気にせずにふっと通り過ぎちゃったんですけども隣のトトロのですね発表年度がですね1988年 その10年くらい前、1978年に日本テレビのスペシャル枠で流すアニメっていうと何かっていうと、実はですね、その24時間テレビですね、今もうちょうどクライマックスやってるですね、日テレの24時間テレビ愛を地球を救うあるじゃないですか。あれでですね、実は1970年代から80年代の、まあ、あの、終わりまでですね、実は、あの、 2時間のテレビスペシャル枠があったんですね。2時間でな実質1時間半90分ぐらいの枠でですね、毎年毎年あのアニメ一つやってたんですよ。で、それがですね、そのオリジナルアニメやってたんです、ね。その枠で提案されたんだっていうのをですね、ふっと気がついたと。で、でもこれはまだそうかもしれないということなんですけどもですね、そっからですね、僕ちょっと調べてみました。えっ、ー、とですね、24時間テレビのですね、スペシャルアニメ、 これリストです。で、えー、第一回がですね、えー、というか、これね、あの、この八十一年の第五回だけですね、えー、違うんですよ。この第五回だけ違うんですけども、 それ以外のですね、えー、第7回まで全て手塚治虫のアニメなんですね。手塚プロが作った、えー、手塚アニメなんですよ。で、 これの内容が、まあ、なかなかあんまりよろしくないんですけどもですね。あんまりよろしくないのですね。これ第7回で、手塚さんは打ち切りになっちゃって、第8回から他の人がやるようになったと。で、最後は1990年ですね。第13回ですね。えー、南の海を救えっていう、これアンパンマンのオリジナルのアニメになっています。だから、えー、まあ、若い人はですね、知らないんで,ですよね。あの、1 9今から30年前のですね、1978年からですね、 30年、40年前か。えぇ、ー、1978年からですね、80年まで、毎年毎年、ほぼ1回を除いて、手塚アニメがですね、2時間放送された時代があったんですね。で、この時代に、どうも隣のトトロが出たんじゃないのかと。で、えぇ、ー、まあ、これがあの、なんで隣のトトロと考えられるのかっていうのはもうちょっと後に置きます。で、どういう内容のものだったのかですね。 実はですね、この手塚アニメですね、スペシャルアニメです。この第1回目のですね、バンダーブックの時から大事故でした。えー、っとですね、バンダーブックっていうのは、これが当時の、えー、アニメージュです。ちょうどあの、24時間テレビをオンエアしてた頃に発売されていたですね、アニメージュですね。1978年のアニメージュ9月号です。 で、えー、後にですね、これあの、ジブリの社長になる、いわゆる、あの、僕が一次資料だと言ってる、この鈴木敏夫さんですね。この人がですね、編集者だった時代です。これを覚えておいてください。えー、で、おまけにですね、鈴木敏夫はですね、このアニメ中にの、編集になる前にですね、えー、手塚治虫の漫画の担当もやってたんですね。 手塚治虫が漫画家として漫画をいろんなところに書いて、徳間書、特馬書店の漫画、あの雑誌にも書いてたと。で、それのですね、編集、担当編集もやった。だから、当然ですね、手塚治虫とはすごい強い関わり合いがあったと。ここはあの、あと大事だからですね、あの、覚えておいてくださいね。で、バンダーブックやってたんですけどもまあ、あの、手塚治虫さんのシナリオが遅くて進まないと。遅くて進まないという このバンダーブックに関して手塚治虫はですね、えー、原作、脚本、コンテで、あと何だろうな、えー、原画、動画と、もう本当に全てやってるんですよね。なので、まず脚本段階から自分で全部やると言ってるので,ですね、これが遅れて遅れて仕方がないと。で、コンテあの、シナリオができる前からもう遅れて間に合いませんというふうに言われて、で、仕方なく、 シナリオがまだ半分しかできてないのに、頭の方からコンテを書き出して、絵コンテを書き出して、で、絵コンテを書き出したらその次に、あの、自分で原画も書き出して、で、自分の原画が終わったら自分でまた動画も書き出してるですね、本当に延々延々、次はぎ次はいみたいな作業やってですね、もう終わらないと。おまけに連載漫画もこの時、いわゆるそのブラックジャックで、 復活した後だからですね、そこそこ連載もあるんですよ。なので、めちゃくちゃ忙しいと。で、えー、忙しくてですね、どんどんバンダーブックの制作と遅れてくるんでですね、ついに2ヶ月前ですね、オンエアの2ヶ月前に制作デスクが失踪してしまうんですね。どっか行ってしまって、その人は未だに見つかってないんですよ。で、このあたりのですね、事情ですね、えー ブラックジャック制作秘話っていう漫画があるんですけども、その中でですね、書いてあります。ですね。アニメ地獄というタイトルの回です。で、もうしょっぱなからですね、ちょっとこれ後ろへずらすね。大丈夫かな。 えー、私は漫画だけ描いていればお金は使いませんから、アニメはもうやりませんから大丈夫ですというふうに、1973年ですね、新しく入った社員に保証するところから始まるんですよ。で、これはなんでかっていうと、前にあのアニメを作って虫プロを一回倒産させちゃったからですね。で、73年にこういうふうに保証してよかったと思ってるところでですね、その、えー、5年後ですね、1978年、アニメをやりますというふうに嬉しそうに言い出したと。<laughs> で、ダメだというなんでですかっていうふうに、もうやらないと言ったんでしょうっていうふうに言ってるんですけども、いや、あの、2時間のアニメですよ。世界初です。テレビで2時間のオリジナルなんてやるなんて世界初です。と。世界初という言葉に弱い哲顔さんはですね、もうアニメやれるということの嬉しさで、5年前にもう二度とアニメはやりません。安心してください。<laughs> と言ったことを忘れてですね、もう舞い上がっちゃってるわけですね。で、で、アニメーションの作り方っていうのは、 ま、これを見たらわかる通りですね。あ、手塚先生がコンテを切る。手塚先生がチーフと相談した後、えー、外中スタジオに原画を依頼回収。チーフが原画をチェックして指示したら、その次はですね、完成原画を動画スタジオに依頼回収。で、その後撮影して、まあラッシュ。えー、部分上映をして、で、その後編集すると。 これがまあ、手塚アニメのというかまあ、普通のアニメの作り方なんですけどあこうなんですがで、まあ、手塚さんのアニメですから、あの、自分でコンテを切ってですね。で、その後打ち合わせまで全部しなきゃいけない。かなり、連載を何本も抱えながらですよ。夜中にはです一本の連載もできない漫画がいるのに、何本も連載をしながらこれをやるから、めちゃくちゃ忙しいわけですね。で、これで進んでたんですけども、ところがですね、ところが、 えー、出来たのこれだけっていうふうなことで、えー、手塚治虫の絵コンテが上がらないからどうしようもないだろう。と。原画が全く上がらない。なんでかというと、絵コンテが上がらないから原画の発注ができない。で、原画が、あ、まあ、できたとしても次動画に回さなきゃいけないんだけども、数がまとまってないので、1カット2カットとか、サミダレ式にパラパラ出てくるもんで、外注も仕事に入りにくいと。で、どうすればいいんだというふうなことで、みんな徐々に徐々にパニックになり出した。 これ間に合わないんじゃないのかというふうにみんな思い出した。でそこへですね。はい、えー。放送2ヶ月前、制作担当デスクが、えー、失踪、突然の失踪、これですね、有名な事件ですね。一体どうすればいいんだというふうなことでですね、手塚さんにもうみんなが、 どうすればいいんですか先生先生先生というふうにですね、まあ追い詰めると。で、手塚さんもですね、さすがにパニックになったんですけどもですね、なんか部屋へ帰って、ちょっと考えたんですね、手塚治さんが。で部屋へ帰ってちょっと考えて、あの、まあ、とにかく、どんな状況なのかみんな調べてくださいというふうに言って、えー、っと、 次の日。皆さん、明日の夜に会議をやります。会議で問題点を、え、拾い、長い、広い合わせ、ば大丈夫です。というふうに言うんですね。で、コンテ ほぼ仕上がってますからっていうふうに言うんですけど、その仕上がった絵コンテを誰も見てないんですねで。このほぼということになんか不安を覚えながら、えー、とにかく状況を整理すると。状況を整理するとですね、まず絵コンテのみで、えー、全然入ってない。で、原画が、背景ができているものと、ね、一応作画に入っているものというふうにですね、いくつかの段階に分けたと。で、いくつかの段階に分けて、で、これで手塚さんと打ち合わせを始めたんですね。で、 さあ、どうしようと。えー、まずこのカットへ何にも手付かずの状況なんですかはいこれは手付か私が書きましょうっていう。で、こいつが割と、あっと嬉しそうにしてるんですけど、こいつね、状況全くアニメ作ったことないから分かってないんですね。で、先生って思わず喜んでしまう。で、その次のカット。で、こうそうするとまた、はいこれも手付か書きますっていうふうに手を挙げていってしまうんですね。カット38。これも手付かこれ手塚これ手付かこれも手付かというふうにですね。 えー、打ち合わせと称してですね、えー、まだ上がってないカットは全て手治虫の担当ということになってしまったんですね <laughs> でもうこれで全部ですねうんもう大丈夫私に任せてくださいというふうにです。が 漫画の神様だ、頼りになるなと言ってるんですけど、ベテランの制作の全員はもうみんな嫌な予感がしてるんですね。しかしこれは終わりではなく始まりだったのです。アニメ地獄のというですね、<laughs> とんでもない状況になってくると。とにかく何か困ったことがあったら、あの、打ち合わせって言うんですけど、それは私がやります、私がやります、私がやりますというですね、もう同じなんですね。だから脚本は全部、 なんかこう、私が書くと。で、えー、コンテも私が書くって言ってるから、もともとこの困った状況になってるわけですね。全部自分がする、全部自分がするということに、手塚先生がこだわってるからですね。で、おまけに制作が遅れてきたらどうなるのかっていうと、全部私がやる、私がやる、私がやるというふうに言うんですね。で、結果どういうふうになったのかっていうとですね、その、もう本当に手塚さんは寝る時間もなくなってしまったと。本当にあの、毎日毎日、1時間も寝てないんですね。 この二ヶ月前から、放送の2ヶ月前で、制作進行が失踪してからですね、手塚さんは1日1時間も寝てなくてですね、ずっとこのアニメをやり続けてるから、周りもですね、もう言えなくなってるわけです。っていうのは、誰よりも働いてるからなんですよ。手塚治虫が誰よりも働いてるから、ここで手塚さんをもう責めるわけにいかないですね。責めてそれで、時間が5分でも取られるんだったら、手塚治虫が5分でも、 何か書いてくれた方が状況マシじゃないですか。でそうやって書いてるんですけど、手塚さんもですね、あまりに追い詰められると別の部屋に逃げてしまう。で別の部屋で何やってるのかというと、別の部屋で連載漫画を書いてるわけですね。で、連載漫画に詰まってもうダメだとなってくると、アニメフロアに降りてきてですね、アニメをするというですね、本当にね、地獄のようなアニメ地獄って書いてるんですけど、これ、 他の人も地獄なんですけども、一番の地獄は手塚様なんですよ。で、そこへですね、自分を追い込める時の追い込め方が、はい、手塚それも手塚がやりますって言ってですね、<laughs> にこやかに引き受けて全部持ってっちゃうんですね。で、そうやって、ようやっと少しずつ進み始めてですね、で、えー、コンテができて、原画が上がり、動画が上がり、仕上げに回して、で、色が塗られ、背景が作られて、で、えー、撮影されたと。で、せっかく死者が始まった。やっと死者が始まったと。 死者が始まったんですけどもですね。ところがこの死者ですね。えー、すげえちゃんと動いてるこいつは始めたから喜んでるんですけどもですね。手塚さんもいきなりリテイクなんですよね。もうとにかく気に食わない。上がったものが気に食わなくてですね。できたかとできたかともう一回リテイク、リテイク、リテイク、これもリテイクとやり直しと。 まあ、あの、自分の弦が自分の動画はともかく、撮影のタイミングが分かってない、合ってない、あと背景の引っ張りの速度が違う、方向が違うというようなことで,ですね。手塚治虫がですね、ほとんどのカットにリテイクを出していくんですね。なので、もうこれで大丈夫と言われてみんな一瞬安心したんですけど、やっぱ全部手塚治虫が担当すると。ダメだと。それでもなんとか上がってきたものを頼み込んで色を塗ってもらって、撮影してもらったら、次は上がったフィルムに対して手塚治虫がダメを出すと。 手塚治虫がもう監督で手塚治虫がプロデューサーだからそう言ったらもうリテイクするしかないんですね。ということで終わりのないリテイク地獄です。で、制作が切れてですね、先生これのどこが悪いんですかこのシーンのどこがダメなんですかというふうに追い詰めるとですね、ブラックジャックはこんな風に歩かないんですよというふうに言われると。で、もう、 ここでもうブチギレてもしょうがないからですね。もうみんな黙々と作業をすると。もういいんだよ、清水君っていうふうに言ってるんですけど、このいいんだよの理由は何かっていうと、ここで文句を言って先生の時間を取るよりは、とにかく前に進めるしかないんですね。で、もう作者なんですね。言っちゃえば。作者だから、 ブラックジャックというキャラクターを考えた本人だから、で、その中で、ね、なんだろうな、ゲストキャラとしてブラックジャックが登場するから、こんな風に歩かないって言ったら、もう、それしかないんです、ね。で、えー、結果ですね。まあ、なんと奇跡的なことにですね、バンダーブックはですね、オンエアされました。オンエアされたと言ってもですね、当時はあの、アニメーションっていうのはフィルムなんですけども、フィルムでですね、2時間のアニメだから、フィルム何巻かな、多分あのー、 35ミリフィルム10巻ぐらいの束だと思うんですけども、その1巻目をロールにかけて、で、映写してる時にですね、まだ、えー、最後の巻が納品されてなかったと言います。つまり、テレビ局でですね、アニメが始まって、もうオンエア始まってるのに、最後のリールがまだ現像書ですね、現像して乾かしてるような状態でですね、アニメっていうのが作られました。 本当にすごい。よくあの、当日間に合ったとかって言うんですけども、<laughs> それどころの騒ぎじゃないんですね。1巻目を放送してる時に最終巻が出来上がってんですから、もう空前絶後の事態です。日本の多分放送史上ですね。ところが、そんなアニメでしたけどもですね、バンダーブックの視聴率ですね、えー、24時間テレビの中でトップの28%を取っちゃうんですね。 24時間テレビ、日本テレビの24時間テレビ、愛は地球を救うの第一回放送なんですよ。だから他の番組も全部24時間の間、すごい視聴率いいんですけど、その中でぶちぎりの1位をですね、このバンダーブックが取ってしまったんですね。なのでその後、延々手続放送のですね、アニメが何年も作られることになってしまう。このアニメ時刻っていうのがですね、ずっとあの、時刻が続いたんですね。で、 えー、この後ですね、何回もやってる、その度にですね、まあ、視聴率的には大成功したんですよ。でもギリギリの進行は相変わらずです。と。で、ところで放映されたバンダーブックを見た手塚先生が何と言ったか覚えてますかって言ったら、ええー、はっきり覚えてますよ。と。さあ、その放映されたですね、バンダーブックを見てですね、手塚さんの先生が何と言ったか。えー、 全部リテイクですっていうふうにですね、<laughs> 言い放ったんですね。で、本当に全部リテイクしたんですよ。で、その全部した、リテイクしたバンダーブックっていらないんですよ。だって、日テレの愛は地球を救うのために作ったやつだから、その日しかオンエアしないんですね。で、当時はもうビデオ化とか全然そういう話もなかったのでですね、全く無駄にリテイクしてですね。で、 あの、24時間テレビで日テレ系列で,ですね、日本全国同時生中継のはずだったんですけども、地方局によってはですね、この時間はダメだというようなものがいくつかあったんですね。なので、2ヶ月後、3ヶ月後のですね、地方局でのみ、そのバンダーブックはですね、細々と、えー、全部リテイクしたバンダーブックはですね、オンエアされたんですよ。で、まあ、 あの、後年ですね、バンダーブックというのはちゃんと DVD になったんですけれどもですね、<laughs> この全部リテイクですっていうのを言う、この手塚治虫の、なんでしょうね、この危機迫る勢い。それはな、やっぱなんでかって言ったら、やっぱアニメ作りたいからなんでしょうけども、やっぱその、ぶっちぎりで28%の視聴率を取った、やっぱり俺のやり方は間違ってなかったんで、僕の、 なんだろう、その時にはみんなに反対されていろいろ言われたんだけども、こだわってこだわってこだわって作ってよかったっていう手塚さんの叫びなんですね。あの、これを見たからといって、じゃあバンダーブックっていうのは全部リテイクしたからすごいだろうと思ってですね、え見ないでください。手塚治虫のこの24時間テレビのスペシャルアニメっていうのはですね、正直言ってですね、あまりまともなものがないんですよね。なので、あの、 視聴率が良かったのは当時アニメブームの本当に頂点みたいな時代でもあったんで、だって1978年って機動戦士ガンダムのオンエアの年なんですね。あの、あ、オンエアの前の年だ。だから本当にアニメブームが頂点だった時だから、新作アニメがテレビでですね、無料で、それも1時間半もある劇場アニメが見れるって言ったら、それも見るに決まってるんですね。 だからみんな見てただけであって、そんな質が良かったから素晴らしかったからっていうようなものでは決してなかったっていうことだけは押さえておきましょう。で、この翌年ですね。今のがバンダーブックです。一年目の。で、この翌年のですね、海底調特急マリンエクスプレス。これがね、あの、バンダーブックよりもさらにスケジュールが 悪かったというかですね、最悪の状態だったんですね。歴代最悪というふうに噂されてるんですけども、はっきりしたことはわかりません。なんでかっていうと、毎回毎回あまりに辛いのです、ね。スタッフがほとんど辞めちゃうんですね。<laughs> なので、誰一人これ最後まで付き合った人がいないっていうふうに言われてるんですよ。で あの、どれぐらいですね、この歴代最悪のスケジュールだったかっていうとですね、えー、噂ではですよ。あの、噂ではって言いながらです、ね、僕、その時の制作やってる人から直に聞いたんですけども、バンダーブックのオンエア中に、手塚先生はバンダーブックのラストシーンのコンテを書いてたっていううに <laughs> 言われてるんです、ね。そんなもん間に合うはずがないんですよ、絶対。それぐらいですね、スケジュールは遅れに遅れたと。 で、次々とですね、これ失踪はなかったんですけどもですね、えー、デスク制作担当、あとアニメーターがですね、バタ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 倒れて、過労で倒れて、 手塚先生倒れないんですよ。<laughs> 一番、あたまじ手塚先生が倒れてくれれば変な言い方ですけど、手塚先生が倒れてくれたら何とかなったんですけども、みんながバタ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 倒れても手塚さんはその仕事をしておまけに連載漫画書いてるのに手塚さんだけは倒れないんですね。で、でですね、もうどうしようもないと。 で、手塚先生はもう意地になってしまって、コンテ書くのやめないんですね。もう手塚先生諦めてコンテを、例えば手の早い、まあ、あの、その時はガンダムやったから無理なんでしょうけど、富野義之とかですね、そういう職人と言われるようなコンテマンに回せばですね、なんとか間に合ったかもわかんないんですけども、手塚先生がもう意地になって抱えちゃってるから、どうしようもないと。で、製作進行がですね、手塚先生がその1時間か、 一時間半くらいの仮眠を取ってる間に制作進行が集まってですね、これどうしようと。コンテもまだ上がってないけども、脚本があると。脚本読んだらほぼどんなシーンが次来るかわかると。 で、分かったと。もう、こうなったら、コンテが上がる前に我々の方で撮影を済ませてしまおうという,ふうな話になったんですって。で、どうやるのかっていうと、まず上がってる背景を全部こっちの机に並べろと。次に上がってるセルをこっちの、こっちの机に並べろと。今からこれを順列組み合わせで撮影すると。で、 シナリオを読んだら、ああ、ここでこいつが喋る。あこ次はこれ海底で列車が走,走ってるシーンだ。ああ、次はこの中で事故が起こって、で、なんだろうな、あの追いかけられるシーンだというふうに、大体の流れをですね、脚本を見たらわかるじゃないですか。なので、これをその背景とセルと組み合わせて、多分こいつが戦うんじゃないかなとかですね、多分こういうふうになるんじゃないかなというふうに、検討でどんどんどん,どん撮影に回すんですね。 で、あとはもう手塚先生のコンテが上がってくるのを待って、コンテが上がってきたらみんなですね、当たったとか外れたっていうふうに言って、<laughs> 当たったらもうそのままアフレコ。で、外れたらですね、そうあの、もうなんか、もう一回順列組み合わせをやって、で撮影し直して、でもアフレコはもう済んでますから、こう、なんとかはめていくはめていくっていうのことを、これ本当にやったんですね。で、これはあの、当時手塚、 プロにいてですね、あの、マリンエクスプレスのですね、制作を、一番下っ端の制作をやってたんですけど、次々と倒れたから、制作デスクまで結果的に上がってしまった、あの、ガイナックスを僕と一緒に作ったですね、井上弘明っていうプロデューサーがいるんですけど、この井上さんから僕が聞いた話なんですね、この、純列組み合わせで作ったというので井上さんは僕にこれ、これを僕に怖い話としてするんですよ。<laughs> 岡田君、くん、山子は甘やかしちゃダメだと。あんのは甘やかしちゃダメだと。コンテをちゃんと早めにやらせる。シナリオ早めにやらせる。出ないとこんなことになるぞっていうふうに聞くんですけども。僕はこの話があまりに面白くてですね。いや、すごい話だなと思って、井上さんが帰った後、あの、なんだろう、ガイナックス寄請というのかな。ガイナックス講談会というのを開いてですね。社長の僕がですね。いや、マリエエクスプレスすごかったらしいよ。こんなことがあってっていうふうにですね、話してたらですね。もう兄 アニメーターから入ってから全員大爆笑するんですよね <laughs>。そしたら、次の日ですね、井上さんが僕のところに不機嫌な顔で来て、岡田くんと。あれは、笑える話じゃないんだと <laughs>、言うんですけども、もう、俺はそれを含めておかしくておかしくてしょうがなくてですね。あの、 すごい怒られたんですけれどもですね。まあ、その、面白い話だとアニメ界って本当に下を見たらいくらでもあるんだなって言ったら、井上さんは下を見たら底が抜けてるだけだから、絶対下を見てはいけないと。アニメ界っていうのは、下を見たら、い、な、それはいくらでも下がある。でも、知ってる限りマリンエクスプレスが一番の下だけど、でもその後、 手塚プロ、プロ俺はやめたから知らないが、噂によるともっとすごいことがあったらしいって言われたから。<laughs> その放送中に手塚先生が絵コンテを切る以上のすごいことって何なんだろう。僕わからないじまいなんですけども。さて実はですね、この海底調特急マリンエクスプレスっていうのはですね、あの、宮崎駿をですね、同時にですね、これと時期と同時に企画書を出してるんです。 これは都市伝説じゃなくて僕が見、見ました。えー、東宝という会社で見たんですけども、それがですね、あの、宮崎駿が東宝に出した海底世界一周という企画書なんですね。で、僕がそれを見たのは、その海底世界一周という企画書をベースにですね、えー、オリジナルのアニメの企画を考えてくれというふうに言われて、それで僕らが作ったのが不思議の海のナディアなんですよ。なので、その、 どれがオリジナルでどれが先かは分かんないんですけども、確かにその1979年の時代にですね、海底調特急マリエエンエクスプレスっていう、これ太平洋の海底を走る話なんですけども、それと同時に宮崎駿が海底世界一周っていうのを出していると。で、この海底世界一周っていうのはコンペに負けて、で、企画としては使えなくなったので、さらにその10年後にですね、えー、東方が、 まああの NHK のアニメとしてですね、企画書を出して通ったので、僕らガイナックスのところにこれを直してくれというふうに来て、不思議のみのナディアができたという、まあこういう縁なんですよ。だから、あの僕はこれに関して、あ、これそうなんだってわかるんですけども、じゃあなぜ宮崎駿が企画書を出す流れになったのかと。なんか、だって第1回バンダーブックで視聴率が良くて、で、 まあ、第4回で,ですね、さすがに日テレもですね、あの、手塚治虫に渡すのはまずいと思ってですね、竹宮慶子を、あの、なんだろうな、キャラクターデザインでアニメ別のところで作るんですけども、それでもですね、6回もやってるんですよ。なんですけども、なんでかっていうとですね、このポイントは、これなんですね。その当時、アニメ人の編集長でですね、同時に、 あの、アニメーション編集をやっていて、手塚治虫の担当鈴木敏夫がやっていたってことなんですね。で、す、え、で、ー、に宮崎駿に肩入れしていた、えー、鈴木敏夫です。これがあってですね、東方に企画書を持ち込ませた,たん、東方にあの企画書を持ち込ませたんじゃないかなというふうに僕考えてたんですけども、そう思ってたらですね、さっきの、その風に吹かれての140ページのですね、発言があピンとくるんですね。ああ、なるほど。だから、 その当時、縁もゆかりもなかった東方にですね、というか、縁もゆかりもなかったというかですね、あの、カリオストロの城の後でですね、宮崎駿というのはほぼ出入り禁止状態になったというふうに言われているんですけども、完全な出入り禁止じゃなかったんですね。あの、なんだろう、作品はヒットしなかったんだけども、それは宮崎駿の責任とは決して言えないと言われる状況だったんですけども、そこのですね、流れを作ってあげたのが鈴木敏夫で、 で、えー、トトロから遡ること、10年ほど前、日本テレビのですね、このマリーエクスプレスの企画にですね、もともとは海底エクス、あの、世界終点の企画を出してたんですけども、そうじゃなくて、隣のトトロを出してたんですね。隣のトトロの企画書を出して、でその時は企画書というよりはイメージボード1枚だったらしいんです。で、ところがですね、その、 なんだろうな、当時のアニメっていうのはもう本当にファンタジー冒険路線しか SF しかダメだというふうな時代だったんで、手塚おさむがですね、あの地球1万年の旅、100万年の旅、バンダーブックっていうのをやってて、その第2回で、隣のトトロという昭和30年代を舞台にしたですね、なんかこう、お化けと女の子の話で、こんな地味な話がですね、まず、 日テレがダメ出して、この日テレにダメ出されたことに関して、以後宮崎駿は10年間ぐち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 つねることになるんですね。で、仕方なく書いたのが海底世界集という、ちょっと派手めな企画で。海底世界集というのがなんでダメになったのかわかんないんですよ。おそらく、その、日テレからですね、あの、企画を受けた東宝がですね、コンペで負けたか、もしくは、えー ルパン3世カリオストの城の工業成績が影響してたのかもわかりません、ね。結果的にその企画のですね、海底を何か行くという部分だけが残ってしまって、で、やっぱり今年も手塚先生にお願いしようという流れになり、最終的にですね、マリンエクスプレスになったんじゃないのかというふうに僕は考えています。このあたりのですね、こういうふう、こういう理由で海底世界史になったんじゃないのかっていうのはもう、まあ、僕の本当に 推察なんですけど、この推察のベースとしては、えー、実際に僕が見た海底世界史の企画書で、その時期で全体の人物関係から見て、ほぼこうなんじゃないかなというふうに思っているわけですね。で、つまり、その、第1回24時間テレビで手塚治虫のアニメっていうのは、視聴率なんかの手応えはすごいけども、とにかくこいつスケジュールがやばいと。 で、アニメイジの鈴木さん、または編集長の小形さんがですね、え、宮崎にトトロの企画を持ち込ませると。しかし、地味な内容で没を食らったので、海底世界一周というのに変えたんですけども、ところがそれがカリオストの城が不発だったので、えー、没を食らってしまって、内容のみパクられて、マリンエクスプレスになってしまうと。で、東方は、この時に没出された悔しさを忘れられずに、後に、 えー、NHK でアニメ来た時にこの企画をもう一回出してガイナックスに作らせると。これがですね、この流れだとしたらすべ、ね、全てのパズがぴったり合うんですよね。<laughs> で、ということで,ですね、20、日本テレビの24時間、えー、テレビですね、愛は地球を救うは、もともと最大の売りというのは実はスペシャルアニメだったんですよね。この2時間のスペシャルアニメだったと。で、この第2回目ですでに隣のトトロの 企画が出ていた。で、これがもし通っていたら、まあ、これはもう、あの、もしも話になっちゃうんですけど、もしこの時にですね、ニップテレの中に見る目がある人がいて、あ、これからはこっちだと分かってですね、えー、隣のトの企画が通っていれば、おそらく宮崎駿は、あの、10年早く世に出ることができた。で、で多分すごい大ブームを起こすことができたのでですね、あの、同時に手塚治虫っていうのはですね、こんな、 6作品も地獄を味わうことがな、なったんですね。手塚治虫っていうのは、その、作、作家寿命はすごく長いんですよ。男性も若い頃から書いて、延々書いてたからですね、作家寿命は長いんですけども、一人の男としての寿命というのは割と短いんですね、人間として自分。で、それはですね、六年間、まあ、もしこの時になんかこう、二つ目でですね、マリンエクスプレスの代わりに隣のトトロが、 1979年にオンエアされていたら、宮崎駿は10年早く世に出ることができた。同時に、手塚治虫はアニメっていうのが塞がれて、で、 6年間この地獄を味わうことは <laughs> まあ、やんなくて済んだとですね、まあ、寿命もですね、10年ぐらい伸びたんじゃないかなというふうに思います。えー、来週のですね、岡田と小2、小浜ゼミではですね、この、隣のトトロの謎ですね、えー、10年後にですね、もう一回作ったという話、これね、来週のトトロのやるにはですね、もう一つで30分ぐらいかかる話なんでですね、<laughs> やってられないと思ったんですけど隣のトトロの謎ですね、みんなが知らない、気づいてない隣のトトロ、 裏面を探っていこうと思います。ということですね。やっと1個目が終わりました。<laughs> もうここまで40分なんで、えー、これで。じゃあまあ裏放送行きますって言ったらさすがに怒られると思いますんで、もう1個だけやりますね。えー、2つ目ですね。あのー。 宮崎駿と鈴木敏夫。もう、まあさっき話せっかく出たんで、手底さんの3人は BL 関係っていうですね。まあ都市伝説というかですよ。これもまあ僕だけが言ってる都市伝説なんですけどもですね。<laughs> えー またここここに登場するのはですね、えー、鈴木敏夫さんです。鈴木敏夫さんがですね、レッドタートル、ある島の物語っていうですね、何年か前のジブリの作品ですね。あの、フランス人が作ったですね、ジブリの作品なんですけども、も本当に僕、愛がないですね。レッドタートルに関して、フランス人が作ったっていうのはですね。<laughs> <laughs> <laughs> 監督名とかですね。なんか、もうそんなレベルじゃないんですよ。なんか俺が見てないけどっていうやつで。まあそのうち、あの、やるかもわかんないんですけども、今のところですね、見てもないのでですね、いい作品かどうかもわかんないですよ。なんとなく、なんだろうな、高畑宮崎が作ったえげつなく面白いものに比べて薄いだろうと思って見てないだけなんですけども、 えー、ジブリの鈴木敏夫プロデューサーが上演前に公演を行い、試写会でですね、レッドタートル、宮崎駿監督とのエピソードを次々と暴露し、会場を沸かせたっていう記事があります。で、えー、その中で現在小金井にあるスタジオがなぜ小金井に設立されることになったのか、鈴木さんは宮崎駿との物件探しの思い出を語ったっていう記事を見つけたんですけどもですね、えー、スタジオジブリはもともとあの、三鷹に、 ありましたね。三鷹の前は吉祥寺にあったんですね。吉祥寺の武蔵野文庫っていう喫茶店があるんですけども、東急デパートの裏側です。東急デパートのですね、筋を2つ裏に行ったところにですね、武蔵野文庫という、これは僕も時々行くですね。まあいい雰囲気のですね、喫茶店があるんですけども、そこの2階が、今はね、多分パーマ屋さんになってると思うんですけども、あのヘアカットスタジオになってると思うんですけどそこにですね、最初のスタジオジブリができました。でそのスタジオジブリが、 トトロの時に手狭いになったのでですね、その、武蔵野文庫と喫茶店の2階は、ホタルの墓になって、で、そっからですね、だいたい100メートルぐらい離れたですね、えー、これ1階がですね、雑貨屋さんのビルの2階に、隣のトトロスタジオですね、第2ジブリが出来上がりました。その後、えー、引っ越しを繰り返してですね、現在の小金井のスタジオに移るんですけども、 えー、その小岩院に移った理由です。えー、物件をもうあのスタジオジブリっていうのがどっかに曲がりしてですね、えー、やってるわけにいかないとどん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 、えー、広い場所が必要になってきたのでビルを建てようということになったんですね。まあまあまあ、まあまあまあお分かりの通りですね、儲かり出したからなんですけどもですね。で、鈴木さんの話です。宮崎さんが、まあ宮さんがと言って、宮さんがそこに僕を連れてきた。とジブリの近くの ある建物を前に連れてきたと。で、そのある家を指さして、ここ初恋の人の家って言うんですよで。初恋の人の、これ俺の初恋の人の家っていうふうに宮崎さんが言ってですね。で、しかもですね、その初恋の人に宮崎さんはですね、振られたと。告白したんだけど振られて、武蔵境の駅までとぼとぼ歩いて帰ったと。何年前のことかわかりませんすか歩いて帰ったで、宮崎さんもその時に完全にそのモードに入ってしまってですね、鈴木さん、その、 武蔵境までの道を二人で一緒に歩こうっていうふうに言ったんですね。<laughs> で、鈴木と夫は、ちょっと待てよと、俺たちは物件探しに来たのに、いきなりこれ俺の、なんか昔好きだった人の家って言って、とぼとぼ歩いたってことを言いながら、同じ道を一緒に歩こうよと言って先に歩き出したんで、こんなことやってる時間はないともうバカなこと言うんじゃないやって思ったんですけどもですね、もう本人はすでにあの日に帰ってですね、思い出に浸ってるんですって。でも思い出に浸って歩いてるからどうしようもなくてですね、 で、たまたま思い出に浸って宮崎さんが歩いてるところにですね、鈴木さんが見たら空き地があったんですね。で、空き地があったんで、あ、じゃあここにしようと思って不動産屋にその場で電話して聞いたら空いてるということで、そこを買って今のスタジオジブリができたと。つまり、あの、まあそういうような話なんですけども、と、宮崎駿の初恋がジブリの移転先に大きく影響を及ぼしたことが明かされたというふうに書いてるんですけども、あの、 宮崎駿の恋愛観って独特なんですね。で、えー、2013年にですね、世界一受けたい授業に鈴木敏夫が出た時にですね、ジブリ作品のヒロインは宮崎駿の好みの女性ですかっていうふうにタレントさんに聞かれた。そしたら鈴木敏夫は当たり前ですよ。決まってるじゃないですかというふうに即答してですね、宮崎駿の好みを毛投げで一途、自分の言うことを何でも聞いてくれるのが大事というふうに指摘して、<laughs> 宮崎 作品のヒロインは男にとって都合のいい女性が多いというふうに語ったんですね。で、このようにですね、なんかね、基本的に鈴木敏夫おって宮崎駿がやることに関しては、かばうんですね。指示するんですよ。ところがですね、この女性感とかですね、初恋の思い出とか恋愛のことに関してはですね、いつも実は鈴木敏夫はキレ気味なんですね。<laughs> あの、言い捨てるようにです、ね、宮崎さんはこうなんですよ、こうなんですよ、というふうに、キレ気味で言うと。 怪しいと僕は思っているんですよね。<laughs> で、この鈴木敏夫がですね、あの、世界一受けたい授業っていうすごい視聴率が高い番組で宮崎駿のこのチムというのかな、この恥ずかしい部分、あの、けなげで一途で自分の言ってることを何でもはいはいと言ってくれる女が好きなんですよ。そういう、なんか男にとって都合がいい人があの人は好きなんですよっていうのを聞いて、 宮崎駿は、もし宮崎駿に聞かれちゃって大丈夫なのかなと思うんですけれども、実は宮崎さんというのはテレビを見ない人なんですね。ネットニュースを見ない。なのでバレないと。 <laughs> で、あの、天空の城ラピュタがテレビで放映された時にバルス祭りっていうのが起こるじゃないですか。あのクライマックスで二人がバルスっていう時に一斉にツイッターでバルスバルスバルスと書いて、で、まあツイッターが一回止まったとかで、今回どうだとか、もう最近バルス飽きたとかいろんなのがあるんですけども、あのバルス祭りに関して聞かれた時に鈴木さんはですね、世界でただ一人バルス祭りを知らない男がいると。それは誰かというと宮崎駿だと。なぜ宮崎駿はツイッターというものの存在を知らないと。 <laughs> なので,で、おまけに俺は教えるつもりもないっていうう言ってるんですね。なんかその、なんでしょうね。この、教えるつもりもないという時の、鈴木と夫緒のですね、あの、馬鹿にしてるんじゃなくて、囲ってですね、なんだ、自分の、思い通りにするってほどでもないんでしょうけども、あの、もう本当に自分の中に抱えとこうという、この考え。 この辺をですね、おし守ろはですね、あの、宮崎さんは鈴木さんによってもう本当に生き地獄に落とされたというふうにも言ってるんですけどもです、ね、<laughs> なんかその、囲ってるんですよね。で、この二人の関係って僕は、あの、ホモとかエロというわけではなくて、ホモとかセックスというわけではなくて、実はかなりエロスな関係だなというふうに思ってるんですけども、あの、誰もですね、鈴木敏夫、宮崎駿の、 BL って書かないんです、ね、書いてくれないんですよね。<laughs> で、ちなみにですね、宮崎駿と手塚さんの関係も、なんかちょっとエ,エロいんですエロいっていうか、エロスを感じる。あの、これもやっぱホモとかそういうような意味ではないんですけども、あの、日本漫画協会っていうのがあるんですけども、日本漫画協会から電話があってですね、今年の漫画賞は宮崎さんの風の対のナウしカで行こうと思ってるって話があったと。 これは鈴木さんが電話を受けたそうなんですね。で、えー、あとで委員長から、その漫画協会の委員長から、手塚おさ先生の方に連絡してですね、了解を得るだけだ、という状態になっていると。なか日本漫画協会の今年の、なんか対象は、宮家早雄の風の谷のナウシカだ、というふうなことで、内示っていうのかな。なんか、あの、まあまあまあ、一応、 えー、打ち話みんな、打ち話っていうかですね、あの、内諾を得るような話があって、あとはもう手塚治虫先生の了解を得るだけだということになったんですけども、ところが夜中に電話があってですね、それがひっくり返された。手塚先生一人が反対していると。 ナウシカは素晴らしいと思う。しかしまだ完結していない。完結してないものに賞を与えるのはどうしたものかなと言っているんですけども、実はその、えー、日本漫画協会の対象というのは過去に連載中の作品にいくらでも与えてるんですね。<laughs> で、手塚さんも,もう、その他の賞とかもですね、連載中の作品で何ぼでも撮ってるわけですから、実はここで、その、なんだろうな、 与えない理由がどこにもないんですよで。そこを鈴木敏夫はですね、指摘したんですけども、やっぱ結局手塚治虫の、なんだろうな、反対を覆せなかったと。で、それでですね、じゃあ宮崎駿が、何言ってんだバカ野郎というふうに怒ったかっていうとですね、宮崎駿はですね、何かすごい納得したと。なんか、やっと手塚治虫に認めてもらったと。俺の書いたものが手塚治虫を嫉妬させたと。 で手塚治虫はすごい嫉妬深いので有名で、あのー、 大友克洋が出てきた時にですね、おうともかに向かって、面と向かって、新人の大友克洋かつひに面と向かって、君みたいな絵は僕だって描こうと思ったら描けるって言ったという、もほんと有名な話があるんですけども、誰に関しても、あずまひでおに対しても無気になる、石川柔に対しても無気になると、どんな漫画家にもですね、無気になって対抗意識を燃やすの忘れない。もちろん、手塚先生ファンですって、それぞれの人に言われたら、すごい喜ぶんですけども、でもだからといって、自分の中の 嫉妬の炎というのがですね、全然収まらないんですね。で、そういうですね、手塚治虫に嫉妬させたということで、初めて宮崎駿は手塚治虫に認められた感じがして、なんかちょっとですね、あの、嬉しそうとは言わないんですけども、すごい納得しちゃった。すごい冷静に、この、ナウしか賞を取れなかったっていうのを鈴木さんが言われたときに、宮崎さんはすごい冷静に受け止めてたというふうに言うんですね。で、ただ、 その、宮崎駿も変なんですよ。宮崎駿はですね、漫画家としての手塚さんはすごい尊敬してるんですね。アニメ作家としての手塚さんはもう本当にスケジュールもデタラメだし、内容もデタラメだからもうあの人の作品は何一つ意味がありませんって、というふうに手塚さんが死んだ時にですね、言 <laughs> うような人だったんですけど、宮崎駿は。ただ、漫画家としての手塚さんももう最後まで最後まで尊敬したいと。で 一番影響を受けた手塚治虫のですね、まあ実質的なデビュー作、単行本書き下ろしのですね、新宝島って本があるんですけど、これはもう子供の頃に読んで、すごい影響されたと。だからもう自分の中で深刻化されてるんですね。で、もう手に入らないような本だったんですけども、ところがですね、後年ですね、平成になってから復刊されたと。新宝島の版が見つかって、まあ、あの、だろう、出版されたんですね。それを鈴木敏夫が 宮崎さんこれ出ましたよというふうに見せたらですね、見せるなと、俺に見せるなと、俺に近づけるなっていうふうに言うんですね。で、なんでかというと自分の中で、その、もうすでに固まってしまっている最高の新宝島が崩れるからっていうのが理由だったそうなんですけど、まあ、それぐらいですね、その、あの、新宝島っていうのを、まあ、漫画家としての手塚治虫っていうのを深刻化してたんですね。 あの、穢れるっていうふうに言ったそうなんですけど、自分の中の手塚治虫が汚れるから見せないでくれとううに言ったんですけども、だからその宮崎駿と手塚治虫っていうのはお互いにリスペクトし合うんですけども、嫉妬し合って、深刻化したかと思えば、ほんのちょっとでも気に入らないところがあったらもう本当にボロクソに言うような関係でもあった。 ですね。だから、まあ、あの、手塚治虫とね、宮崎駿と鈴木敏夫、この3人の BL 関係を誰かが書いてくれたら、俺絶対にここで紹介するのでですね、もしあの、誰か書いた、もしくはすでにそういうのあるよというのがあればですね、教えていただければありがたいと思います。はい、お疲れ様でした。無料版はここまでです。えー、宮崎高畑鈴木のですね、まあ、あの、本当の関係っていうのは、 知ってる人がね、気を使ってるんでしょうけども、なかなかね、生の証言出てこないんですよね。つまり、宮崎駿が鈴木敏夫を語るは、まあ、時々出てくる。鈴木敏夫は宮崎駿を年から年中ネタにしてると。でも、その、それ以外の人が語ってるものって割と少ないんですよ。あのね、宮崎駿さんって実はこんな人なんですよ、とか割とね、無茶言うんですよ、という、こういう笑い話っぽい、暴露話っぽい話っていうのは、アニメーターからね、 時々出てくるんですよ。ところが、鈴木敏夫に関してはね、まあ本当に出ないですよね。もう、よっぽど鈴木敏夫って僕怖い人なんだと思って。だから、鈴木さんが、まああのね、あの、お亡くなりになった後に、 多分、ものすごくいっぱい出てくるんではないかなというふうに僕は思ってます。で、今やですね、そういう、その宮崎駿は、今やも大ブランドですよ。スタジオジブリというですね、日本を代表するブランド、クリエイターなんですけども、昭和の時代っていうのはですね、まだまだマイナーな存在だったんですね。あの、宮崎駿よりも、手塚治虫とか松本零士の方が、やっぱクリエイターとしてはですね、ブランドだったと。だから、宮崎駿の名前を出したらですね、どうしても企画は通らないと。だって、 現場がいくら宮崎駿はもう天才だからやりたいと、この企画面白いと思ってあげてもですね、編成部とか上層部の方に企画が上がっていくときに、じゃあこいつどんなやつだと思って調べさせると、ルパン三世カリオストの城の興行記録ですね、日本のアニメのですね、最低記録と言われたやつがやっぱ出てきちゃうわけですから、こんなやつにやらせるわけにいかないよって話になっちゃうんですよね。で、この時期のですね、あの、まあ、つまり、 ナウシカの後ですよ、この時期って僕言ってるのは。つまり、トトロの企画を出して日程のの24時間アニメで断られたっていうのはですね、あの、ナウシカの後なんですよね。まあ、つまり、ナウシカの後ですね、天空の城ラピュタにしてもですね、隣のトトロにしてもですね、工業成績的にはやっぱ赤字だったんですね。なので、えー、全くですね、宮崎駿というのはビジネス的には評価されてなかった。だから、こんなことをやりたい。 っていうのはですね、全部手塚治虫に取られてる状態だった。24時間テレビという場で日本テレビがですね、全学出資して子供たちに見せるアニメを作るっていう、かなり自由度の高いところもですね、その企画は全てもうアニメなんか、本当は面白いアニメなんか作る力がなくなりつつあった手塚治虫にですねぜ、全部チャンスをらえた。で、手塚治虫が作らなかなった後は、その後は松本令事にやっぱ取られていったわけですよね。だから、あの、 手塚様にチャンスを取られ、その次にですね、あの、ヒットした松本レジオの宇宙戦艦ヤも、旧虫プロの、まあ、生き残りであったですね、西崎義信が作った会社がですね、まあ、あの、作った作品で、やっぱり宮崎繁栄しては、また手塚一般に取られたって思うんですね。 で、宇宙戦艦ヤマトが下見になって、じゃあ、俺の、いよいよ俺の時代かと思ったらですね、軌戦士ガンダムに来ちゃうわけですね。で、この機動戦士ガンダムを作った日本サンライズもですね、あとそこで監督をした富野修之もですね、やっぱ旧虫プロの残党なんですよね。手塚治虫のスタッフたちなんですよね。だから、そんな中で出したトトロっていうのもですね、 あの、やろうとしたんですけども、やっぱその時間枠、アニメを,をですね、子供たちに見せるというですね、日テレの予算が割とあるですね、時間枠もですね、結局は手塚治虫に取られてしまったわけです。えー、後半はですね、あの、ジブリ話の続きをします。えー、この回はですね、もともとジブリ都市伝説というタイトルで放送したんですけども、あの、前半はですね、どちらかというと、ジブリにまつわる面白いエピソード。で、後半はもうちょっと都市伝説っぽい、 あの、要素が強くなってきます。ええー、どんな話をするかというと、まあ、テレビではもう二度と見られないかもしれないジブリ作品があるとかですね、あの、ハウルの動く城の、ハウルの童貞を奪ったのは、実はあの人物だったというですね、またちょっと下世話な、下品な僕の妄想の話、あと、クレナイの豚をヒットさせるために、スピルバーグ監督のある作品がですね、映画がですね、意図的に潰されたと。本来だったら、 他の外国の工業成績を見ても日本だったらこれぐらいヒットするはずだったスピンスティーブン・スピルバーグのある監督、あ、ある作品、監督のある作品が、えー、潰されてしまったというですね。まあ、映画,映画工業にまつわるちょっと、 闇の話ですね。えー、番外編としてはですね、日本漫画界の最大のタブーと言われる、えー、ある漫画家の奥様についてというですね、まあ、危険な話もですね、大丈夫かなしていきます。えー、ここから先は有料の放送になります。続きが見たい人は YouTube のメンバーシップか、ドワンゴのブローマガチャンネル、あの一番のおすすめは、岡田敏夫アーカイブですね。えー、どれか好きなものを選んで入会してみてください。えー、ご検討よろしくお願いします。それではここから有料放送スタートです。 岡田敏夫です。いつもあの YouTube を視聴していただいて、本当にありがとうございます。えー、実は今日からですね、あの岡田敏夫 YouTube チャンネルで、月額制のですね、限定動画システム、いわゆるチャンネルメンバーシップというのを始めます。えー、コースはですね、二つあります。一つ目はですね、毎月590円税込みですね、の岡田敏夫ゼミというコースです。えー、配信からですね、遡って、最新の配信から遡って、10週間分の、まあ、会員限定を含むですね、完全版ゼミというのがご覧になれます。 えー、常にですね、10週間分40本ぐらいあります。ね、なんで40本、10週間で40本あるのかっていうと、あの、毎週ですね、新しいゼミ1本やって、で、ガンダム講座っていうのを1本やってるんですよ。で、それ以外にですね、あの、過去の配信のアップグレード版っていうやつをですね、あの、毎週2本やってます。なので、まあ、大体あの、合計で毎週4本ですね。えー、合計10週間分で40本分が常に完全版が見れる。 で、まけにですね、毎週毎週同じようにですね、あの、4本ずつ追加されていきます。えー、つまり、過去10週間分というのはどれぐらいになるのかというと、30時間以上あるですね、ノーカット動画が見放題で、プラス新規に毎週4本ですね、追加される。合計この4本も合計したらですね、3時間以上あるですね、動画が見放題になります。えす、ー、べてですね、YouTube 上のサービスなので、まあ、こういう言い方はなんですが、えー、画質も速度も問題なしという感じになります。 えー、もう一つのコース、二つ目のコースはですね、毎月ですね、2390円。まあ中途半端な額なんですけど、これは Google 様、YouTube 様が決めたやつなのでですね、2390円税込みのですね、岡田司夫ゼミプレミアムというコースも用意しました。で、これはですね、10週間というさっき言った期限なしで、無料部分と会員限定動画を含む完全版、プラス、あの、放課後放送というのをやってるんですね。 つまり、かん、ゼミの完全版の後ろにですね、実は放課後で雑談したりですね、ちょっと突っ込んだ話とか、あんまり外で言えない話っていうの、あの、放課後っていうのをやってるんですけど、それを含めたもの全てが主張できます。ええー、とですね。 あの、オープン時、これあの、このサービスをですね、スタートした時にはですね、2018年の1月からですね、大体最新話まで25ヶ月分ですね、えー、を用意しました、えー。この中にはですね、ナンバーワン人気のですね、ジブリの完全解説とかですね、あと、シンゴジラ解説なども入ってます、えーっと。もちろんですね、2018年以前のですね、1月以前の動画もですね、毎月毎月どんどんどん,どん追加していきます、えー。これ見たいというですね、リクエストもですね、あの受け付けてますので、どうぞよろしくお願いします。 えー、両方のチャンネルですね。あのー、もにですね、YouTube ライブの生放送に関してはですね、今ちょっと調整中なのでですね、しばらくお待ちください。あの、できるだけ早く、えー、YouTube ライブのです、ね、生放送も、あの、スタートしますので、えー、よろしくお願いします。それではですね、岡田敏夫のですね、YouTube チャンネルメンバーシップ参加の方ですね、えー、ご一行ください、えー。後悔させないように面白いことやってますけどですね、えー、よろしくお願いします。